声の三重県だより、県政だより三重。令和5年2023年5月号、ナンバー466。県政情報をお届けします。三重県広報誌、毎月1日発行、毎月第1日曜日新聞折り込み。5月号は4月5日時点の情報に基づき作成しています。 次号のお知らせ。6月号は6月4日、日曜日に新聞折り込み予定です。表紙の写真は、人口減少が続く中でも元気に生き生きと暮らせるよう取り組みます。移住の促進、子育て支援、働く場作り、ワーケーションなど関係人口の拡大です。 注目情報5月12日は看護の日5月7日から13日は看護週間看護で描こうあなたの未来「三重看護フェスタ2023」を開催します看護職の魅力をお伝えしやりがいのある職業として看護職を選択していただくきっかけとなるイベントを開催します ぜひご参加ください5月8日月曜日から7月31日月曜日オンラインイベントを開催参加無料特設サイト上で現役の看護職員や看護学校の担当者などが看護職に関するさまざまな疑問に答えます対象中学生・生高校生と その家族、および進路指導担当教諭など二次元コードがあります https コロンスラッシュスラッシュ miekangofesta.com スラッシュ5月12日金曜日午前11時15分から 午後3時30分、ラッピングバスを走行。参加無料。日本看護協会のラッピングバスが、通市内を走行します。出発式を県庁で行います。時間、午前11時15分から午前11時45分。ラッピングバス、看護ちゃん、着ぐるみと記念撮影ができます。 5月12日金曜日、看護の出前授業を実施。県立津東高等学校の生徒の皆さんを対象にした出前授業を行います。出前授業の様子は6月頃に県ホームページで公開する予定です。看護の日キャラクター、看護ちゃんのイラストがあります。詳しくはこちら。 三重県ナースセンターで検索看護職の皆さんへ離職している方は県ナースセンターへ届け出をお願いします看護職の免許をお持ちでその仕事をされていない方は連絡先などを県ナースセンターに届け出をお願いします届出サイト届けるんで検索 二次元コードがあります。https://todokerun.nurse-center.net スラッシュ todokerun スラッシュ問い合わせ先 県ナースセンター県看護協会電話0 5 9 2 2 2 0 4 6 6ファクス0 5 9 2 2 2 0 4 6 5特集「希望ある三重の未来に向けて三重の人口減少対策を推進」人口減少自然減、社会減、 の課題に対応するため総合的な対策を推進します。県内人口は年々減少しています。今後も少子高齢化に伴い一層人口減少が加速することが予測されています。県では人口減少化においても県民の皆さんが将来にわたって生き生きと元気に暮らすことができるよう 少子化対策や担い手の確保などに取り組んでいきます。三重県の人口推移、出所、国税調査、国立社会保障、人口問題研究所、社人権、推計。三重県の人口推移を表した積み上げ棒グラフがあります。平成17年から令和2年は、 国税調査人口。令和7年から令和27年は、社人権将来推計人口です。総人口、0から14歳、15から64歳、65歳以上の4つの項目です。総人口、0から14歳、15から64歳、65歳以上の順に読みます。 平成17年、187万人、27万人、120万人、40万人。平成22年、184万人、25万人、114万人、45万人。平成27年、181万人、23万人、107万人、51万人。 令和2年、177万人、22万人、102万人、53万人。グラフからは、65歳以上の人口が増え、15から64歳、0から14歳の割合が減少していることがわかります。写人権、将来推計人口。令和7年、171万人、20万人、 98万人、53万人。令和12年、165万人、19万人、92万人、54万人。令和17年、157万人、17万人、86万人、54万人。令和22年、150万人、16万人、79万人、 55万人。令和27年、114万人、16万人、73万人、55万人。社人権将来推計人口も、年々65歳以上の割合が増え、15から64歳と0から14歳の人口が減少していることがわかります。ただ、 令和22年から令和27年は0から14歳と65歳以上の割合は横ばいで15から64歳の人口が減少していることがわかります。グラフ終わり人口減少がもたらす影響日本全体では働く世代の割合の減少による経済成長の鈍化 生産性向上の停滞。社会保障制度、医療、介護、年金などにおける給付と負担の不均衡。など。地域では、商業、医療、交通サービスなどの縮小、撤退。税収減による行政サービス水準の低下。地域、コミュニティ活動の担い手不足。 伝統文化の継承困難。地域防災活動の停滞。など。自然源対策。自然源の減少。例えば、合計特殊出生率を見てみると、一人の女性が一生の間に産む子供の平均数。平成27年1.56人。平成30年。 1.54人令和3年1.43人現状課題合計特殊出張率は低下傾向未婚化晩婚化が進行未婚の理由は出会いがない経済的な不安などライフステージに応じた切れ目のない対策令和5年度 県の取り組み、一部安心感の向上母子保健サービスの充実心身の不調育児不安などを抱える妊産婦を支援するため助産師などによる広域的支援体制のモデルを整備妊娠期から出産子育てまで一貫した伴奏型相談支援と経済的支援を一体的に取り組む 市長の支援。出会いの機会の増加。三重出会いサポートセンターを中心とした出会いの支援。相談支援や出会いに関する情報提供。結婚応援サポーターによる1対1の引き合わせ。企業間での婚活イベントなどの開催促進。婚活サービスを 安心安全に活用してもらうための情報発信など社会現対策社会現の現状例えば転入者転出者数令和4年を見てみると県内への転入者数25,059人県外への転出者数28,934人 転出超過数は3875人。現状、課題。転出超過の約8割が15歳から29歳の若者。そのうち約6割が女性。若者の県内定着率が低い。転出した若者が県外で就職するなど、流入、U ターンが少ない。など。 定住促進、流入、U ターン促進。令和5年度、県の取り組み、一部。魅力の発信、移住の促進。三重県への移住者が多い、関西県、中京県での情報発信を強化。SNS を活用し、移住希望者向けの情報発信を行うとともに、交流の場を創出。 県内就職の促進。若者や女性の県内就職支援。お仕事広場、見え、オンラインシステム構築などによる学生ニーズに沿った就労支援サービスや情報の提供。地域の様々な主体、企業や商工団体などが一体となった採用活動を支援。 SNS を活用し、若年層や女性の県内就職の促進に向けた情報発信。就職支援協定締結大学と連携した就職情報発信。地域の課題解決。地域の主体との連携による広域ネットワークの構築・取り組みの推進。特に 人口減少が著しい南部地域に人口減少対策広域コーディネーターを設置し市長や地域の様々な主体と連携して課題解決を促進など以上に取り組むことに加え地域に住み続けまた県外から移り住んでいただくため防災減災医療介護教育 公共交通、産業振興など、県民の皆さんの生活や地域の雇用経済に密接に関わる分野において、必要な行政サービスが十分提供されるよう取り組んでいきます。人口減少は、県の活力を奪う静かな脅威です。県では、令和4年4月から精力的に取り組んでいます。 三重県知事、市見勝行。問い合わせ先。政策企画部人口減少対策課。電話059224-3415。ファクス059224-2069。メール、jinkou.pref.com mie.lg.jp 記事「ご存知ですか身近な福祉の相談役民生,委員児童委員民生委員は厚生労働大臣から委嘱される特別職の地方公務員任期3年無報酬で児童委員も兼ねています。 地域で様々な困りごとを抱える人たちの相談相手となり、必要な支援の窓口につなぐ大切な役割を担っています。令和4年12月に委員の改選が行われ、現在は県内で約4000人の方々が活動していますが、地域の高齢化とともに充足率が前回の改選時から0.9ポイント 低下するなど新たな成り手の確保が年々難しくなっています委員活動について周知し成り手不足の解消を目指しています民生委員が不足すると困っている人が地域で孤立してしまい必要な支援が行き届かなくなる可能性があります県では 誰もが安心して暮らせる地域づくりのために民生委員は欠かせない存在であると考え活動の充実や負担軽減につながるよう研修や業務の効率化に向けた支援などを行っていますまた令和5年は三重県における民生委員制度創設100周年の節目の年ですこれをきっかけに民生委員に対する理解が より一層深まるよう、若い世代も巻き込んだ積極的な情報発信に取り組みます。誰一人取り残さない地域共生社会を実現するためにも、民生委員、児童委員活動へのご理解とご協力をお願いします。詳しくはこちら。二次元コードがあります。https:/// スラッシュスラッシュ、www.pref.me.lg.jp i スラッシュ、大文字 f、大文字 u、大文字 k、大文字 u、大文字 s、大文字 h、大文字 i、スラッシュ、大文字 h、大文字 p、スラッシュ、六、数字の九、 846044473.htm 問い合わせ先子ども福祉部地域福祉課電話059224-2256ファックス059224-3085メール fukushi アットマーク pref.mie.lg.jp 記事「三重未来創造予算」令和5年度当初予算は三重の未来を創造するための実行予算として編成しました県民の皆さんが未来に希望を持ち幸福を感じながら元気で 安全安心に暮らせるよう、積極果敢に取り組んでいきます。令和5年度当初予算額、一般会計、8371億円。対前年度比2.2%増。予算のポイント、ポイント1、未来を担う子どもたちを守り育てる。結婚、妊娠、 子育てなどの希望が叶い、すべての子どもが豊かに育つことのできる三重の実現に向けて、三重子ども丸ごと支援パッケージを取りまとめ、ライフステージごとに切れ目なく支援するとともに、次の時代を担う子どもたちを包括的に支援します。三重子ども子育て応援総合補助金、子ども福祉部、 3億万円市長が新たに取り組む子ども・子育て家庭を支援する事業などを柔軟に支援します。三重の出会い支援事業子ども福祉部2988万円新たに結婚応援サポーターを養成・認定し結婚を希望する人同士の引き合わせに取り組むなど 新たな出会いを支援します。国事学園運営費、子ども福祉部、7912万円。国事学園、児童自立支援施設、入所児童の生活環境の改善を図るため、老朽化が進む両社の建て替えに向けた調査・設計などを実施します。不登校対策事業、教育委員会、 5,395万円一人一人に応じた支援を行うため、不登校総合支援センターを新設し、多様な活動の場の提供や民間団体との連携などを推進します。ポイント2、県民の命を守る。南海トラフ地震や風水害などに備えて、ソフト・ハードの両面から取り組みます。 地域減災対策推進事業防災対策部2億585万円市長が実施する津波避難タワーや避難路などの整備を支援します防災減災県土の強靭化ハード対策農林水産部県土整備部546億円 土砂災害防止対策や堤防の高潮対策など県土の強靭化に向けた対策を協力かつ計画的に推進します津波避難タワーの写真がありますポイント3にぎわいのある観光を取り戻す観光コンテンツの磨き上げや拠点滞在型観光を推進するとともに 三重の魅力を国内外へ発信し観光誘客を促進します拠点滞在型観光推進事業観光部9億3468万円旅行者の滞在日数の増加を目指し三重ならではの観光資源を活かした拠点滞在型観光を推進します高付加価値旅行者層 有地促進事業、観光部、5497万円。海外旅行会社の奨励や、海外商談会への参加など、海外から高付加価値旅行者層の誘致を進めるためのプロモーションを実施します。ポイント4、時代の変化に対応し、三重の産業を進行する。 持続可能な農林水産業やカーボンニュートラルの実現に向けて取り組みます。また、県内企業が新たな領域への挑戦などに取り組めるよう支援します。黒のりの色落ち緊急対策事業農林水産部、1,006万円黒のりの栄養塩類不足による 異動地被害の深刻化に対応するため色調改善や生育促進の実証研究を実施します黒のり養殖の風景の写真がありますスタートアップ支援事業雇用経済部2615万円スタートアップや新事業創出を目指す県内企業を対象に 他者との連携機会の提供や新規事業への財政的支援などを実施します。スタートアップ。新しいビジネスを一から開始し、急成長している事業や企業のこと。ゼロエミッション見え実装。成長産業育成競争力強化事業。雇用経済部。3948万円。 ゼロエミッション見栄プロジェクトの取り組みの一つとして EV、電気自動車など次世代自動車への生産移行に伴い影響を受ける自動車部品サフライヤー、供給、納入業者に対し業態転換や事業再構築などの支援を行います。ゼロエミッション見栄プロジェクト企業などの 温室効果ガスの排出源対策などに資する取り組みを県内の産業経済の発展につなげるプロジェクトポイント5誰もが暮らしやすい社会をつくる県民の暮らしを守る取り組みデジタル社会や人権が尊重される社会の推進カーボンニュートラル福祉文化スポーツの推進 公共交通の維持・確保などを実施します。交通安全施設整備事業、警察本部、17億7389万円。摩耗した横断歩道や、老朽化した信号制御機などの交通安全施設等を更新・整備します。また、通学路などに、 歩行者用信号登器を増答します。交通空白地移動手段確保事業。地域連携交通部。2950万円。次世代モビリティの活用や福祉分野との連携など、移動手段確保のための取り組みを支援します。ポイント6。 人口減少対策に取り組み、選ばれる三重を作る。取り組みの詳細は2ページ、特集をご参照ください。結婚を希望する人の出会いの機会創出、安心して出産・子育てできる環境整備などの自然減対策や、県内定住、流入、U ターンの促進などの社会減対策を推進します。 えーとこやんか、三重移住促進事業、地域連携交通部、6440万円、人口減少対策費、政策企画部、3360万円、問い合わせ先、総務部財政課、電話059-224-2216、ファクス、 059224-2125メール zaisei-pref.me.lg.jp i 三重県令和5年度当初予算で検索2023年令和5年 6月16日金曜日から18日日曜日開催 G7 三重伊勢島交通大臣会合通信ボリューム3このコーナーでは連載記事全4回として G7 交通大臣会合に関連する取り組みやイベント情報などをお伝えしています G7 交通大臣会合の PR 用共通デザインが決定しました。G7 三重伊勢島交通大臣会合推進協議会では、ポスターや上り旗などのデザインを統一し、会合開催の PR 効果をより一層高めるため、共通デザインを作成しました。共通デザインは、 県立飯野高等学校応用デザイン科藤原里穂さん、令和4年度卒業生が制作したものです。今後、このデザインを使用して PR を行っていきます。共通デザインを使用した PR ポスターの写真があります。デザインコンセプト藤原里穂さんより背景は 島の海をイメージしています。グラデーションを使ってできる限り島の海に近い色を表現しました。文字は真珠を意識して白にしました。白と青のコントラストで読みやすくなるようにしました。見た人に島の海の美しさを感じてもらえたら嬉しいです。藤原さん一日時。 記者発表のの様子の写真があります問い合わせ先雇用経済部 G7 交通大臣会合推進プロジェクトチーム電話059224-2638ファックス059224-3024メール G7PT アットマーク pref.me.lg.jp i 最新情報はこちら G7 関連の二次元コードが4種ありますホームページ二次元コードがあります https://www.find MIE-G7TMINFO-MIEOFFICIAL.COM m スラッシュツイッター HTTPS コロンスラッシュスラッシュ TWITER.com com, スラッシュ ,findmie, g, 7, tmm, インスタグラム h t t、mm、p s コロンスラッシュスラッシュ ,ww.insta, w gr, a, m, ドット ,com, スラッシュ g, 7, tm,、mm、m f i n d m i e スラッシュ a c e b o o k https://www.facebook.com https, スラッシュ profile.php ?id= 100,08数字の9、6488、57775。人口減少対策に取り組み、三重で元気に活躍する人、団体をご紹介。三重の未来につながる力。訪れる人と地域をつなぎ、良好な関係づくりを推進。 NPO 法人尾鷲暮らしサポートセンター理事長シェアスペース土井店管理人木島恵子さん尾鷲への移住のきっかけは地域おこし協力隊関東の都市部で生まれ育ったので子どもの頃から田舎への憧れと古民家や古物に興味がありました。 大人になってからは日域居住がしたくて平日は東京で働き週末は地方へ出かけては空き家を探す日々そんな中大瀬市で築88年の古民家に住みながら空き家バンクを運営し移住定住を促進するという地域おこし協力隊の募集を見つけ魅力を感じ全くご縁のなかった地域でしたが 応募ししました移住だけではなくつながりを持つことも大切なこと地域おこし協力隊を退任した現在は市の登録有形文化財「店戸池住宅」を借り受けシェアスペース土井店という形で管理運営をしています人口増というと移住や定住にフォーカスされがちですが 私は移住前の交流ってすすごく大事だと思うんです例えばわせに移住するにしても何回か遊びに来たり泊まったりしてわせでの暮らしぶりや地域の人を知ることができたらお互い安心ですよねそれで移住に結びつけばいいですしそこで移住とはならなくてもわせと交流を持つ人が全国に増えれば そのつながりからまた違う人が大鷲に訪れたりと新たな出会いが生み出されていきますもし災害が起きても助けてくれる人が市外や県外にたくさんいてくれると思うと心強いですよねそういう思いでシェアスペース土居店では大鷲の外から訪れる人と地元の人をつなぐマッチング活動や 交流イベントなども開催しているんです。人と人、人と地域をつなぐ楽しい日々。今までにオンラインで異なる職種や年齢の人が集まって意見を出し合うイベントや、小瀬出身の大学生と都内から来た大学生が一緒に空き家の片付けや古物市を開催するイベントなど、 交流を通して人と人人と地域をつないできましたそういう場があると県外から訪れる人にとっては尾せを知るいい機会になりますし地域の人も訪れた人から尾せの良さを聞かされたりして改めて地域の魅力を再認識しているようです尾せは都市部にはない山と海そして 人が暮らすエリアが一体となった素晴らしい風景がある場所なんですよそんな場所で人と人がつながったりいろんな魅力に出会えたりするのもこの活動の醍醐味ですこの町と人と出会えて本当に良かったなと感じていますシェアスペース土居店での交流の様子 海山集落の風景が一度に楽しめる久喜町の写真があります三重で暮らそう県外からの有愛ターン移住をお手伝いしています詳しくはええー、とこやんか三重ホームページをご覧ください三重県移住交流ポータルサイトええー、とこやんか三重で検索 二次元コードがあります。https://www.ijyu.pref.me.lg.jp i スラッシュクエスチョンマーク utm アンダーバー s-o-u-r-c-e イコール q rco d e utm アンダーバー m e d i u、UM、m イコール d m アンド utm アンダーバー c a m p a i g n イコール大文字 r 五 k e n s e i d a y o r i 大文字 m A y「新型コロナウイルス感染症について5月8日から5類へ移行5月8日月曜日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類変更が予定されており医療や支援の体制を段階的に変更していきます」「発熱などの症状がある方は まずは、かかりつけ医などの身近な医療機関にご相談ください。相談する医療機関に迷う場合は、県、ホームページをご確認いただくか、感染症対策課までご相談ください。感染症法、感染症の予防、及び感染症の患者に対する医療に関する法律。三重県、 新型コロナウイルス感染症特設サイトで検索。県ホームページの二次元コードがあります。https://www.pref.me.lg.jp:/covid1 i 数字の9 「SHTM」問い合わせ先医療保険部感染症対策課電話059224-2352ファックス059224-2344宇佐すけが紹介「三重のいいとこ」「三重県応援キャラクター」 宇佐之介のイラストがあります「玉城町原稿車」江戸時代後期田丸城主久野家の家老金森徳水が設計建築した茶室兼許託原稿客人をもてなす華やかな茶室と生活を営む簡素な造りの居宅で構成されており 自然に調和した素朴で美しい佇まいを比較しながら見て回れます季節のイベントや展示会ワークショップなど様々に利用されています住所「渡来郡玉城町佐田」151-22電話「059658」「8050」二次元コードから「 https://www.pref.me.lg.jp:/ 大文字 m 大文字 o 大文字 v 大文字 i 大文字 e//v1136 数字の9 零零零三 .htm お知らせ、イベント、相談窓口イベントなどは急遽中止や延期となる場合があります詳細は各問い合わせ先へお願いします三重県お知らせ、イベント、相談窓口で検索お知らせは 県の Facebook や Twitter でも配信しています。お知らせ。自動車税種別割の納期限のお知らせ。自動車税種別割の納期限は5月31日水曜日です。納期限までに必ず納めていただきますようお願いします。問い合わせ先。総務部税務企画課。 電話059224-2127ファクス059224-4321三重県自動車税種別割で検索三重県職員採用候補者 A 試験申し込み期間5月9日火曜日から30日火曜日正午 受験案内配布5月9日火曜日から第1次試験実施日6月18日日曜日令和6年4月採用予定の三重県職員の採用試験を実施します詳細は受験案内をご確認ください問い合わせ先人事委員会事務局職員課電話 059224-2932。ハクス059226-7545。三重県職員採用で検索。三重夜間学級体験教室学三重受講生募集。申し込み随時。会場県総合教育センター。 県立北西高等学校受講料無料実施期間5月12日金曜日から令和6年2月の平日全50回時間午後6時から午後8時30分ごろ様々な事情で中学校までの学習を十分にできず学びたい 学び直したいと思っている方を募集します対象は平成20年2008年4月1日以前に生まれた県内在住か県内にお勤めの方既に高校を卒業されている方日本語だけを学習したい方は参加いただけません問い合わせ先教育委員会事務局 小中学校教育課。電話059224-2963。ファックス059224-3023。なみえで検索。イベント森の学校 in 上野森林公園。日時5月28日日曜日。 午午前10時時。から午後4時「場所上野森林公園伊賀上野、ピオクエノ森ビジターコテージ」「料金無料受付要事前申し込み」「野鳥観察や笛にもなるバードコール作りをして森や木について楽しく学びます」「問い合わせ先」 三重森づくりサポートセンター電話059261-1223ファクス059261-4153森の学校三重森づくりサポートセンター上野森林公園で検索第73回三重県展期間 5月20日土曜日から6月4日日曜日。月曜休館。時間、午前9時30分から午後5時。最終日は午後3時まで。入場は閉館の30分前まで。場所、県文化会館第12ギャラリー。料金、要観覧料。学生無料。 県内最大規模の公募美術展覧会である三重県展を開催します。問い合わせ先、県文化会館、電話059233-1122、ファクス059233-1106。三重県展で検索。相談窓口。 三重県消費生活センター。電話059-228-2212。受付時間月曜から金曜日。午前9時から正午。午後1時から午後4時。祝日、振替休日、年末年始を除く。商品やサービスに関する疑問や不安、 契約に関するトラブルについて相談できます。三重県消費生活センターで検索。プレゼントコーナー〇〇〇〇に当てはまるキーワードを本紙から探してお答えください。希望ある三重の未来に向けて、三重の〇〇〇〇対策を推進。 正解者の中から抽選で5人に玉城町の3品詰め合わせをプレゼント当選発表は商品の発送をもって返させていただきます個人情報は商品の発送に関する目的以外には使用いたしません応募方法はがきメールまたはホームページ見えのいいとこ動画 令和5年5月号。本誌4ページ参照。うさのすけが紹介。見重のいいとこ。からご応募ください。ご応募は1人1回限り。記入項目。住所、氏名、年齢、電話番号。県政大りの入手先。キーワード。県政大りの感想をご記入ください。 応募締め切り令和5年5月31日水曜日到着分まで郵便番号514-8570住所不要三重県校長広報課県政だより5月号プレゼントコーナー係メール dayori=" pref.me.lg.jp i プレゼント応募専用メールアドレス県のテレビラジオ番組三重テレビ県政だより三重第三日曜午後6時45分から再放送 ○1 翌火曜午前10時15分から丸る翌月曜から金曜午前8時から午後4時45分から第二チャンネル祝日を除く CBC テレビよしお兄さんの見え押し報道情報ワイド番組ちゃんと 「水曜午後4時40分ごろから」「FM 三重」「三重県からのお知らせ」「月曜日から金曜日」「午前7時43分から」「金曜日午後6時25分から」「聞いとこ知っとこ」「10ミニッツ三重」「火曜日」「 午後6時22分から三重県の人口世帯数人口173万7,086人男性84万8,595人女性88万8,491人世帯数74万8,584世帯 令和5年2月1日現在。県政だより見えをもっと身近に。便利な電子版。カタログポケット。二次元コードがあります。https//www.catapoke. c o m スラッシュ s e a r c h スラッシュマ k e y w o r d イコール m i e ハイフン p r e f スマホアプリでいつでもどこでも街色 アプリダウンロード用の二次元コードがあります。県市町の広報誌をまとめてチェック。マイ広報誌二次元コードがあります。h t t p s m y k o h o j p 県の最新情報は 特設サイトをチェック二次元コードがあります h t t p s w w w m i e u s a n o s u k e p r e f m i e l g j p 問い合わせ先、編集、発行、三重県校長広報課、郵便番号514-8570、津市公明庁13、三重県校長広報課、電話059-224-2788、ファクス 059-224- 2032メール k、oh o、k-o-o h アットマーク、pref.mi-e.l-g.jp 県庁電話案内、各課ご案内、電話059-224-3070 県政だより見えに関するご意見、ご感想をお寄せください。展示版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより見えは、県及び市庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。以上で、声の見え県だより、県政だより見えを終わります。 政策三重県資格障害者支援センター広告所属弁護士45名以上弁護士法人心相談料0円ただし相続遺言交通事故被害行為障害労災障害年金過払い金借金以外は初回30分程度 夜間、土曜日、日曜日、祝日、相談課。要予約。相続、遺言、交通事故、行為障害、労災、障害年金、過払い金、借金、企業法務、労務、刑事事件、ほか。交通事故、行為障害、損害賠償額、適正等級。 無料診断サービス障害年金無料診断サービス過払い金無料診断サービス遺言書無料診断サービス主たる事務所は愛知県弁護士会所属括弧内は所属弁護士会名です費用につきましては例外もありますので詳しくはホームページをご覧ください 本広告は、令和5年3月時点のものです。津駅0.5分、弁護士法人心津法律事務所、かっこ、三重弁護士会。近鉄四日市駅1分、弁護士法人心四日市法律事務所、かっこ、三重弁護士会。松阪駅1分、 弁護士法人心松坂法律事務所かっこ三重弁護士会他の事務所名古屋駅大田川駅岐阜駅東京駅池袋駅横浜駅千葉駅柏駅大阪駅京都駅近く松坂屋名古屋駅店内ビッツ トヨタタウン内総合受付電話「0 1 2 0 1 9 2 4 0 3受付時間平日午前9時から午後9時土曜日日曜日祝日午前9時から午後6時12月31日から1月3日は除くその他臨時休業もございます。 詳細は https://www.kokoro.law 広告遺品整理生前整,整理空き家整理お片づけでお困りのことはございませんか家具家電などの買い取りも可能 三重県全域対応。ご相談お見積もり無料。女性スタッフ在籍。お気軽にお問い合わせください。電話ファクス0120-06-3177。遺品整理・生前整理アスター。株式会社アスター。郵便番号514-2314。 三重県津市阿能町妙法寺322-2受付時間午前9時から午後7時廃棄物は法令等を遵守し適切に処理を行っています遺品整備士認定第 IS10512 号古物証許可 三重県公安委員会第5512202176005県政だより三重の発行経費の一部に充てるため企業広告を掲載していますが内容に関する一切の責任は広告主に帰属しますなお掲載については 広告掲載業務の委託先である株式会社自治体アド、電話092716-1401代表までお問い合わせください。